ゆるっとさやチャンネル、はい、今回はあさみとさとなが歌って、歌詞を見ずに歌って、最後に歌えた人が勝ちというゲームをやります。で、曲は私が選びました。何でもいいよ、うん、まあ、ELT の世代世代フラジール。おー、有名な、だいぶ有名な。いけるいける、おーおーうるせえわ、おーでしょ、うるせえわ、おーもういけるよ、おー何回も食べると思ってる。私は審判やります。審判、はい、うん、審判やります。どっちから、どっちからみたいなさ、どっちから、じゃんけん、じゃんけんね、はい、最初はじゃんけんぽい、イエーイ、勝った。さとな選ぶ、順番選ぶ。じゃあ高校の方がいいかな。高校にする。途中で間違えたらブーブーなります。ウォーウォーからサビまで行ければいいってことでしょ。そう、ウォーウォーからサビまで歌います。ウォーウォーないのよ。ウォーウォー歌っちゃいけないの。いいけど、いいけど、ウォーウォーのための歌じゃない。もう醍醐味ですよね。オッケー、はい、はい、よーし、スタート。ウォーウォーウォーテテテテル、ウォーウォーウォー、きっと誰もが、あ、間違えた。え？え、ちょっと待って、え？きっと誰もがじゃないの？は？え、そうだと思ってたんだけど。そんなに歌詞ないよ。は？それタイムゴーズバイじゃないですか？そう、それはタイムゴーズバイ。曲が違う。え？な、何？あれ？きっと誰？あれ？ウォーウォーウォーでしょ、でも始まりはフラジールって。じゃあウォーウォーウォーがすでにフラジールじゃないってこと？いや、それはちょっとわかんない。書いてないっす。え、待って待って待って、そっか、あ、待って、一回サビから戻んないと全然わかんないな。すげえ、曲まるまる間違えてたぜ。はい、じゃあさとさんいきますか、はい、フラジールですよね、はい。フラジールのサビすら出てこない。じゃあ最初だけ教えてあげようか。はい、最初の文字、うん、はい、文字、うん、いはい、いきます、うん、いつもそう単純で待ってくだらないことがきっかけで傷つけてしまうよね。途切れてく会話虚しいよ。言葉が不器用すぎて邪魔ばかりする。あれ、いけちゃうかもしれない。いっちゃう、やばい。好きなのに伝わらない、こんな思い切なくて。そう、これ A メロ長いよね。そうだそうだ。愛しいだなんて言い慣れてないけど今なら言えるよ、君のために。どうなってんだこのゲーム。隣で笑っていてくれるのならば、これ以上他に何もいらないよ、出会えた奇跡。嘘でしょ。ここ A メロ全部歌ってくれた。嘘でしょ。出会えたまでは合ってました。いい、もういい、いいよ、覚えてる間に。出会えたことから全てが始まった。え、全てまでは合ってます。わ、わだ。出会えたことから全ては始まった。傷つけ合う日もあるけれども、一緒にいたいとそう思えることがまだ知らない。明日へとつながっていくよ。終わらない。終わらないの、最後まで。1番、あ、終わり？わー、ほぼ歌われた。
最後までじゃないのか。これで終わりってことね。うん、負けました。じゃあもう一曲だねこれね。はい、じゃあ2曲目、ウィーウィー、ライオンハートスマップ。イエーイ、流行ったね。流行ったよね。流行ったね、あらゆるとこでかかってた。完璧。じゃあさっき1曲目でアサミ負けたから、アサミからいきますか。いや別に後からでいい。いやでもそしたら全部歌われちゃう可能性あるもんね、うん、いや行こう行こう行こう、行っとこう。はい、はい、じゃあライオンハートスタート。ジュ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 、君はいつも僕の、なんかめっちゃ見られてるんだけど、どんな風に僕を癒してくれる、笑う怖いんだけど、そばからもうたらさだんてら、そんな感じ、そんな感じ、騙しされかす。何語よ。はい、じゃあさとな、笑う、あれ癒してくれるまで言ってますよね。笑うまで言ってると思う。わかんないけど、そばからほらその映画を、おお、なんでもいいからちゃんと歌ってほしい。リズムに乗れないんだよ。乗りたかったんだ。泣いたらやっぱりね、涙するんだね、ありきたりな恋どうかしてるかな。ん？ここでサビかな。君を守るためそのために生まれてきたんだ、呆れるほどにそうさ、そばにいてあげる、眠った横顔震えるその胸。やったーやったー、ここでもらった。またやった、またやった。震えるこの胸、ライオンハート。いやーやったー。ちょっと待って、何がやるってなったんだろう。そうです、そうじゃないんだよ、子なんだよ、ここ。え、その胸じゃないんだ、この胸、この胸でした。やったー、ほとんど歌ってもらったのに。これはアサミ勝ちということで、これね、1対1だ。これ1対1だ。もう1回、もう1回だね、これね、さすがにね。はい、では、3曲目。うぃーよー。パフ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 。福山雅治さんの桜坂。おー、名曲。そう、今1対1なんで、勝負つかなかったんでね、やっぱり。福山さんで締めてもらおうかなと思います。福山さんで締める。OK。 OK。 どうする、順番、じゃんけんするしようか、1対1だし。そうですね、最後はグー、ぶんなさい。2番目でお願いします。はい。くそ。じゃあ、あさみから桜坂、桜坂よーい、スタート。君をずっと幸せに、風にそっと歌うよ、うえ、愛は今も愛のままで、うん、揺れる木漏れ日、香る桜坂、何するに。ちょっと待って、なんて言った今。いや、ちょっと韓国語っぽく言ったらどうされるかと思って、ごまかせないかと。はい、じゃあセトナ、悲しみに似た薄紅色、君がいた恋をしていた、君
じゃなきゃダメなのに一つになれず愛と知っていたのに春はなんだっけ春はやってくるのにうんイエーイ夢は今も夢のままで正解佐藤なの勝ちちょっとなんか強いないやちょっとなんかちょっとね早かったねはい、はい、ということで、はいなんかすごい納得いかない納得いかない全然いやもう私的にはもうちょっと間違えてほしかったできちゃうはいはいはいもっとやり取りがバン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 あってじゃあ年代がちょっと私に有利な年代だったのかもしれないですね違うの選ぶよじゃあちょっとなんかもっと2人とも知らない曲で2人とも知らない曲で私からしたらこの21がもう不服ですけどねほぼ3でほぼねほぼねそう、ここに直しただけで言っていただいたんで、ありがとうございます悔しい、ね、面白いからまた次回、うん、メンバー変えてやってみるのもいいかもしれないねやりたい、悔しいはい、ということで今回はこの辺で、チャンネル登録、高評価お願いしますお願いしますまたねバイバイ